寒波到来で布団があったかくて寝坊、焦るはずなのに一緒に寝たくなるほど愛しい寝姿と思ったら今日は日曜日だった。今日はお皿紹介から食事を作る。この四角い飴色のお皿は去年買ったもの。横長で気持ち小さめだけど、お魚や揚げ物などのおかずにちょうどいい大きさで、縁がゴールドで上品。このツヤ感と両手に収まる感じがお気に入りです。さてこのお皿に何を盛りましょうかね。おはようございます。新しい試みでお皿から始まる。食器好きとしては非常にドキドキしています。何を作っているか分かった方もういますか？エビの腹をカットして片栗粉と水で臭み取りと揉み込んで仕込み、プリプリ感を出す。野菜を洗い、ヘタをカット。大好きな大葉も茎を切る。芋は多かったので2人前だと半分で十分です。 0.8 センチの厚みで切り、水に浸す。マヨネーズは水を入れながら少しずつ溶かしていく。卵でもいいけど、この裏技だと冷めてもサクサクに仕上がるそうなので初挑戦。冷やすため氷水を注ぐ。小麦粉を測り、先ほどの種は冷蔵庫で冷やす。測った小麦粉を投入し軽く混ぜる。小麦粉はダマになっていてもこのくらいがベスト。そろそろお察しかと思います。エビを小麦粉につけて液にくぐらせる。衣が剥がれにくくなる。全部入れてひっくり返していく。優しく衣をつけたら準備完了。液を垂らしたらすぐに上がってくるぐらいが合図。いってらっしゃい。油揚げが浮いてくる火加減160度から180度。入れて2分はエビに触らないようにする。出た天かすは焦げ防止のため途中で取ること。 2.5 分経ったのでひっくり返しますよ。腹切ったの皆無なほど丸いけど美味しそう。すくう時にしっかり油を切ってくださいね。次に行く前にしっかりカスを取ってきれいにする。天ぷらのかぼちゃと芋が息子は大好き。芋は面積を取るので大量に入れすぎないようにする。温度は先ほどより気持ち弱め。衣が鍋に沈んだら底についてすぐに上がってくるぐらいが目安です。これも2分は触らないようにします。2分過ぎたらひっくり返す。返して2分の合計4分ぐらいが目安。ほんのりきつね色がついたら揚げます。しっかりと油を切ってからざるへ。ヤングコーンとオクラを揚げていきます。温度は先ほどと同じぐらいの温度で揚げる。ヤングコーンとオクラは私が大好き。野菜は中温170度、衣が途中まで沈みすぐに上がってくるぐらいが目安です。天かすが出るときはきちんとすくい上げて油の中をきれいに保つ。大葉はくっつきやすいのでこの鍋だと3枚まで。すでに数枚くっつけました。この飴色大葉る皿は正月にも紹介したお気に入り。なぜこんなに気に入っているのか。この内側の渦模様、外枠のゴールドに合わせて波打つデザインがいろんな角度から見るとハートや豆の形に見えて飽きが来ない風貌であること。
手に収まりやすくこっくりした持ち心地、サイズがよく深さもあるので、丼物、汁物、カレーやお雑煮、ラーメン、パスタなどの食材、洋でも和でも多用できること、飴色の色味が美しく絶妙なツヤ感なのです。側面も渦に合わせて波打ちがあり、火の打ちどころがない超お気に入りの器です。天ぷらに合う料理を作る、お察しかもしれませんが、ニンニクみじん切りにして美味しい出汁を作る。鶏肉は小さくカットし、長ネギも切る。青い部分も平等に。鍋に油を引き、ニンニクを入れていく。鶏肉を炒めて少し火を通したらネギを投入する。生姜はお好みで。鶏肉の油が全体的に混ざり、ネギがしんなりしたら、めんつゆと水を入れていく。これだけで完成。もうこれ見たら答え丸わかりですね。ざるそばが好きなんですが、さすがに寒くなってきたので、鶏だしのスープであったかいおそば。鶏の油とネギの相性が最高なので、ぜひお試しください。星のような綺麗な模様のそばチョコ、普通と違うのはこの受け皿の用途が多機能なスリーウェイ。セットの受け皿、蓋としても両方使える。きちんとくぼみもあるので、わさび、ネギを入れられる。ただの蓋では終わらないのがこのそばチョコの魅力。色味もとっても綺麗なネイビーに白の模様、星型発見。繊細ながらに癒されます。この受け皿はお漬物を入れたりして単品使いもできます。今日は特別な日、息子と素敵なところへデートしてきます。あいにくの天気となりましたが、夕方まで雨は降らず、なんとかしのげました。この国、この世界観、本当に癒される。余談ですが、ディズニーランドと同級生です。年に一度は行きたい夢の国。息子は元気に飛び回り、一緒にビッグサンダーマウンテンに乗ってくれました。また今年来よう。はしゃぎ回って帰りはもう熟睡でした。夕寝もしたところでお腹ペコペコ。天ぷらはオーブンで温めて、そばを湯がくだけのスタイル。寒くなってきたので温そばで温まる。何年か経ってディズニーランドに行ってくれなくなったらどうしようとか考えるともう寂しい。このそばつゆは翌日におじやにしていただきました。来週は何を作ろうかな。毎日食事メニューを考えるお母さんってすごいなと体感して5年。主婦、母親って目標は終わりが見えづらいものをやり続けること、すごく困難ではあるけれど、何か一つ好きなものがあれば苦手なものも見方が変わったりするのかもしれない。明日からまた月曜日が始まる。来週も楽しく過ごそう。冬本番、大寒波で寒くなるので、皆様も体ご自愛くださいね。またお会いできますように。残りの器をこの後ご紹介します。ご視聴ありがとうございました。この小鉢は六角形になっていて深さがあるので、お漬物や汁気のある副菜に活躍します。クリスマス前に購入したものだけど、淡いグリーンの色味なので違和感なく他の器と合わせやすい。上から見ると星型でミニサイズなので可愛い。側面には三角形の面になっていてデザインがシャープに。一見湯飲みサイズかなと思ったけど、見比べると
この小鉢の方が小さくてミニ缶があります。日本酒とか合いそう。すごく気に入っています。これは和食とよく合う美濃焼の箸置き。飴色でリボンのようなデザインになっている。色は他にもあったけど選びきれなくてこの色と淡い水色を購入。木のスプーンなどとも相性がよく並べると可愛くてお気に入りです。一目惚れ購入してから重宝して使っている湯飲み。すでに何度か登場しているこの子はマットな手触り。色がとっても優しくて淡いベビーピンク。絶妙な持ちやすさのあるデザインもお気に入りです。この四角いプレートは残りの2つを買い占めました。面積が広く取れることとこの小さな線が9個もあるので副菜やちょこっとのおかずをたくさん盛れる。おしゃれなプレート。裏面の設計も素敵で線があり裏から見ても美しい。グレーとグリーンの合わさった深みのある色合いで小鉢を乗せてワンプレートにしても使えるので重宝しています。小さめざる切りを2つ乗せてざるそば用のお皿として使うとすごくおしゃれです。お正月明けに投稿した木の横長プレートは四隅が持ち上がっていて使いやすい。天ぷら、おかず、和菓子などを置いても可愛い。カフェ風にマグカップとパンをプレートのようにしてもおすすめ。決まりがないから好きにコーディネートできるので器って楽しい。明日は何を作ろう、何を使おう。あなたはどの器が好きですか？ぜひコメントください。